おはようございます。皆さん、おはようございます。皆さん、おはようございます。おはようございます。皆さん、タイトルの通りなんですけど、いくらだと思いますか？ KP どうも、おはようございます。タイトルの通りです。で、僕俺こんなことで嘘つかないです。昔から僕の配信を見てる人は分かると思うんだけど、前もなんか宝くじ高額当選しましたって言って、ほんとちゃんとに見せて、嘘じゃない、ガチで当たったんですよ。僕こういうことで嘘はつかないですから。分かってますよね。僕の昔からのリスナーだったら嘘つかないこと、僕こういうことで。あ、おはようございます。見せましょうか。見せましょうか。僕こういうことで嘘つかないのは、僕の昔からのリスナーだったら分かってもらえると思います。ちょっと待ってくださいね。じゃあちょっと見せましょうか。あれ、これどこから利益見るんだろう。 そう、これは本当嘘ついてないです。これこういうことで僕嘘つかないですから。高額当選っていうのは銀行の、応接室で確認される額から違いますね。高額当選っていうのは5万円からです。 高額、これはね、宝くじ結構買ってる人は知ってる人も多いと思うんですけど、宝くじ売り場で買うじゃん。で、それで、宝くじ売り場で換金できるのって5万円までなんですよ。で、5万以上だと、みずほ銀行に行かなきゃいけないのね。で、5万以上だと、宝くじ売り場の人に券を通した時に、高額当選おめでとうございますって出て、ここでは換金できませんみたいな機会に出るのよ。で、おめでとうございます、高額当選です、みずほ銀行で受け取ってくださいって言われるの。一応、宝くじで5万以上が、高額当選だから。ただ、今回のは多分、みんなの想像を超えてると思いますよ、マジで。これははっきり言います。今回、みんなの想像を超えてると思う。この言い方だと、どうせ5万円でしょって思うじゃん。はっきり言って、みんなの想像を超えてると思う。これ5万円でしょって思うじゃん、この言い方だと。5万じゃないですからね。もちろん5万以上です。5万ではないです。5万以上です。多分、今回、あ、ちなみに前回高額当選しましたって時は5万だったんですけど、ちなみにですけどね、今回はみんなの想像を超えてると思います。5万以上です、もちろん。では、皆さんに見せたいと思います。皆さんに、これどこから見せるんだっけ？ちょっと待ってね。これ、ネットで買ったんで、ちなみに宝くじの、公式サイトがあって、そこのネットで買ったので、ちょっと待ってね。このネット上で見せれるんですけど、ちょっと待ってね。どこからこう、履歴、あ、これか、購入履歴。ちょっと待ってくださいね。ちょっと今見せますんで。何の宝くじ買ったんですか？まあ、これから今見せていくんで、ちょっと待っててください。まあ、僕はね、まあ、よく、ふわっちの、三流配信者がやることをあるじゃないですか。こうやって伸ばして伸ばして、閲覧をね、こう伸ばして伸ばして発表までみんな見たいじゃないですか。で、閲覧とどまるじゃん。伸ばして伸ばして引き伸ばして、なかなか発表しないで、閲覧を上げていくっていう三流配信者がやることあるじゃないですか。僕そんなことしないから。まあ、例えばよっさんとかなんですけど。僕そんなことしない。もうすぐ見せちゃいます。で、これ嘘ついてないですから。
嘘ついてないからね。別にそんなクソみたいな閲覧引き伸ばしもやんないし、はい、これ嘘も本当にガチで嘘ついてないです。マジで当たりましたから。じゃあ皆さん発表していきたいと思います。皆さん伝説の瞬間を目撃してください。伝説の瞬間を、いきます。伝説の瞬間を、ちょっと今日風呂も入ってないのにね、緊急でさっきね、あの宝くじのあのサイトのあの見たら、あの当たってたんで緊急で動画回してます。あ、動画ってか配信撮ってます。いきます。ちょっと待ってね。ここに宝くじ、公式サイトなんですけど、これのロト6の、まあロト6で当たったんですけど、金額を皆さんに、ロト6です。ロト6知らないですか、はい、見せていきます。あ、ごめんなさい、ちょっと音楽つけさせてもらっていいですか。ちょっと音楽だけつけさせてもらっていいですか。すいません、すいませんね、ちょっと引き伸ばさないって言ったんですけど、いや引き伸ばすつもりじゃない、ちょっと音楽だけやっぱ演出でね、はい、音楽だけちょっとつけさせてください。あ、でもこれ誰か YouTube、 世にも奇妙な物語流そうと思ったんだけど、まあ、誰か YouTube に上げる人がいるからやっぱ音楽いいや。上げる人のために著作権上ちょっと本当は音楽つけたいんですけど、いきますよ。まず当選金額の1の桁、バーン、0円。ちょっと待って、腕かゆい。当選金額の1の桁0円、2の桁0円、っていうことは100円以上ってことです。長くないよ、これぐらいの引き伸ばしはしょうがないでしょ。よっさんみたいにね、閲覧いくついったら発表しますとかして30分も1時間も引っ張ってないでしょ。これ配信開始何分だよこれ、おい、まだ8分だよこれ、配信開始してもうこんだけ見せてんだよ。ねえ。これで引き伸ばしとか言うの、あ、ちょっと待って。これ本当わざとじゃないですからね。このあれです。あれがちょっと、カメラがちょっと接触悪くて、これちょっと待ってです。カメラをもう一回やるんで。カメラをもう一度、選択し直さないと。いきますよ。いきますよ。いきます。ちょっと待ってください。いきますよ。じゃあもう一度、もう一度。1の桁、2の桁、はい、0、0。あー、やばい。あ、ちょっと、はい、先走っちゃった。はい。3の桁、まあ100円の桁ですね。1、10、100、100の桁。いきますよ。1000の桁、はい、点がついてます。あー、もう、あー、すっごい。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、これ購入金額だった。これ下の購入金額間違えました。当選金額上でした、ごめんなさい。当選金額上でした、ごめんなさい。これ購入金額でした。2000円買ったやつっていうやつだった。上の桁、ごめんなさい、上が当選金額です。はい、上が当選金額、間違えました。800円、はい。あ、ちょっとピント合ってない。1000の桁、7800円。この上の赤いのが当選金額です。ごめんなさい、下は購入金額です。87800円。おっとっと、ほら来ましたよ。おー、387,800円。
担当でした。いや、これね、嬉しいのよ、嬉しいのよ、嬉しいんだけど、これ超悔しいの、超悔しいの、嬉しいんだけど超悔しいの。なんでかわかる、なんでかわかる、なんでかわかる。この数字ね、10、18、22、23、35が当たってたの。あとこの数字がボーナス数字に一致してたら1000万くらいだったんですよ。で、もしこの数字が本数字に一致してたら2億5000万だったの。わかる？いや、マジマジマジ。あとこのね、10、18、22、23、25の本数字が合ってたの。この2が35。この2が、この2が35だったら、この2がこれ本数字の35だったらこれ2億5000万だったんですよ。で、もし2が19だった場合でも1000万ぐらいだった。これガチです。はい。まあその証拠を見せます。いや、嬉しかったんだけど、めちゃくちゃ悔しい気持ちだった。あと一つよ、数字。あと一つだよ。うん。あと一つだよ。あと一つなんだよ。この水、あ、ちょっと待って、みずほ銀行の、これ見てください。当選金額のやつ。ちょっと待って。当選結果のご案内。ロト6の、ほら見てください、これ僕が当てたやつ。第1608回のロト6、8月2日のやつね。8月2日の、抽選の第1608回ロト6抽選数字ね。これ俺が当てたんですけど、僕がだからほら、そのこのね、3等だったんですよ。だから3等で232口、このうちの一口僕っすから。このうちの一口、当選口数。387,800。これ僕一人当ててます。これ232人中一人僕っす。はい。で、見てください。二等だったら、ね。このボーナス数字が、これ2じゃなく19だって、僕が選んだ数字が2じゃ、まあこれクイックピックなんだけど、2じゃなく19だったら、1388万5200円だったんですよ。で、これが、山分けになるんで、これが6口が7口になったんで、まあ、でも、これを、だから、まあ、一人こう、もしこれ、もしだよ、もし1個当たってたら、このボーナス数字。これが、1000万ぐらいにはなってたよね。これ、もう一人当選者が増えるから、それでちょっと山分けになって、ちょっと減るけど、でも1000万以上にはなってたんです。で、キャリーオーバーがね、2億ぐらいあって、で、それで結局、一口、今回、1等が出たのよ。で、5億だったのよ。うん。で、もし、2じゃなく、俺が35の本数字の方を選んでたら、これが、山分けになったので、二口になったので、これが、一口出た人の山分けになるから、まあ、2億5千万ぐらいは来たわけよ。うん。で、もしこの人が当たってなくて、俺が当たってたら5億だったんだけど、この人が当たってて、俺がもしね、ここに入れてたら、この人と山分けになるから、でもそれでも2億5千万は来たってこと。わかる？言ってることわかる。だからめちゃくちゃ悔しいのよ。めちゃくちゃニアピンなのよ。超ニアピンなのよ。わかる？うん。めちゃくちゃ惜しいんだって。マジで。で、これ嘘じゃないっすからね、これ。ほんとっすから。これ嘘だと思う方、ちゃんとこの Google からちゃんと検索していきます。嘘だと思う方は、この Google で、宝くじ。はい。宝くじとこう、Google で検索して、検索のところからこう、エンターを押しますよ、エンター。エンターを押して、はい。そうすると宝くじのこう、ね、サイトが出てきます、Google で検索すると。で、ここの下のところに行くと、この宝くじ公式サイトがあるんで、ここをクリックします。ここをクリックします。はい。そうすると、僕の、このページが出てきます。で、これは僕がこんなん作れないですよね。これ本物ですから。で、ここの、まあ、もうログインした状態なんで、はい。で、これを、購入履歴を、こう押すと、ほら、当たってるのちゃんと出てますよね。これ嘘じゃないですか。ページとか作ってないですからね。これガチっす。本物っす。あ、嘘だと思ってない。あ、そう。嘘じゃないです。本当っす。だからね、
これね、すっごい悔しい思いしたよ、これ。あと、この数字よ、この2の数字が、この2の数字が、あー、なんでここ35じゃないんだよ。ここ35だったら2億5000万だよ。あと1個なんだよ、これ。あとこの数字が35だったら2億5000万だったんだよ。あー、はあ、悔しい。うわー、2億5000万取り逃したー。うーわ、マジか。いや、37、まあ、約40万ですよ。当たってめちゃめちゃ嬉しいの。で、嬉しさと悔しさが込み出てきた。愛しさと切なさと心強さが、ね、もう、篠原涼子じゃないですけど、愛しさと切なさと心強さとっていう曲があったけど、嬉しさと悔しさと、なんだろう、もういろんなものが襲ってきましたね。この当選額見た瞬間。惜しくない？この2が10、あれだよ。あー、よっちゃん3号バーレース。あらす。で、ロット6で確か、1から36だっけ？ 1 から36の数字を選ぶのよ。うん。で、あとこの2が、ね、この2が19だったら約1000万来てたんですよ。1000万ちょっとぐらい来たの。この2が、19だったら。2等のボーナス数字と一致してたら、本数字5個とボーナス数字一致したことになるから、そうすると1000万ぐらい来たの。で、ここが35だったら、本数字すべては一致、6個一致したから、2億5000万だったの。これガチで、ガチで。ガチっすよ、これ。うん。いや、僕、宝くじは定期的に買ってんのよ。うん。毎日買ってんの？いや、定期的に買ってます。はい。まあ、購入履歴とか見せると、ほら、こんな感じで。定期的に買ってんすよ、こんな感じで。うん。こんな感じでね。ここも当選してたりとかして。で、前も当たったんすよね。いくらだったっけな。で、これね、宝くじ、宝くじは皆さんね、購入サイトで買った方がいいんですよ。なんでかっていうと、公式サイトで買った方が、熊社出す。なくしたってことがないし、自動的に振り込まれるし、ポイントもつくのよ。100円のうち、100円買うと1ポイントつくから。で、100円で1ポイントつくからさ、100枚買ったら1枚タダみたいなもんなのよ。ポイントもつくし、なくしたってこともなくなるし、自動的にこう当選知らせてくれるし、照合してくれるし、見間違いもありえないし、自動的に振り込まれるし。で、あと宝くじは、あれがかかんないからさ、どっちにしろ所得税もかかんないから、だから別にそういうのネット上でやったからといって税務署に言われることもないから、宝くじの当選金には一切税金かかんないですからね。ああ。だからもう宝くじは絶対、このネット上で買った方がいいです。間違いなく。得しかないですから、損することもないし、あとポイントもつくし、なくすこともない。ほら、ここでもナンバーズ3で一回ストレート当てたんだよ、ほら。これ配信でやりましたけど、そう。5万じゃなかった、ごめんなさい。5万じゃなかった、8万だった。ナンバーズ3のストレート一回当ててんのよ、ここで。4月28日。サマージャンボはまだサマージャンボね、確かね、6000ぐらいだっけ買ったんだけど、まだ当選出てないじゃん。抽選日が確か今月の月末ぐらいじゃなかったっけ？だからまだ結果出てないんで。まあ、別にそれはまた配信で発表しますけど。まあ定期的にこうやって買ってんすよ。うん。いやー、マジか。うわー、これは悔しい。うわー。これは悔しいね。もう2億5000万がもう目の前まで来てたよ。うん。2億5000万がもう目の前だよ。あと1個数字当たってただけで、あ、2つの数字の猶予があったよね。ボーナス数字だったら1000万くらい、もし本数字だったら2億5000万。あと2の数字が19か35なんだけ。35だったら2億5000万っすよ。億千万っすよ。郷ひろみでもないけど。
38万7800円だっけ。もう約40万ですけどね。約40万は当たったんですけど、はい、あ。いやー、マジっすか。あ、ちなみにね、あれなんですよね。皆さん、あれなんですけど、ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってね。ちなみになんですけど、この、あ、この配信、なんか普段僕、ふわっちの、配信通知とか残さないんですよ、ツイッターの自分のね。なんでかっていうと、このサイト大嫌いだから、ツイッター民にあんまりこう知らせたくないっていうのがあって、残したくないっていうね、このサイトで配信してるのこれ恥だと思ってるから、自分のツイッターにこの配信履歴あんま残さないの、ふわっちのね。ただ、これはちょっと歴史的な、かなり神回手前ぐらいだったので、超神回手前だったので、これは残そうかな。はい。じゃあ皆さん、このね、ハピタスっていうサイトなんですけど、ぜひね、このサイトを登録して、ここを経由で、なんかこう、いろんなサービスを受けるとね、ポイントという名のお金がキャッシュバックされるので、ポイントサイトなんですけど、ぜひ、僕の紹介で入ってほしい。ちょっとだけ閲覧あるときに言っておこう。ちなみに、宝くじ買うときもここ通すとね、宝くじサイトを登録するときここ通すとね、お得になったりするんで、100円ぐらいもらえるんで。他にもなんかいろんなものをね、サービスを受けるたびになんかあれになる。まあ、トトかな。確か全国自治宝くじとか、ロト系はないんだけど、トトとかの方を買う場合、こっち通すとお得なんで、トトの公式サイト登録するときはね。はい。今来たいくら当たったの38万7800円。あと数字が一つ合ってたら、1000万くらい。で、ロト6で本数字が5個一致したのよ。で、あともう一つ、これがボーナス数字に一致してたら1000万くらい。で、これがもう一つ、本数字で一致してたら、なんと2億5000万だった。だから、嬉しかったんだけど、超悔しい。嬉しいよ。40万近く当たったのめちゃめちゃ嬉しいんだけど、めちゃくちゃ嬉しいよ。臨時収入40万。めちゃくちゃ嬉しいんだけど、あと数字が1個、あと1個だよ。あと1個で、マジで俺の人生変わってたの。だって、40万ってさ、大金よ。大金だけど、はっきり言って人生変わる金額じゃないじゃん。うん。1000万ちょっとぐらいだとしても、ちょっとプチ人生変わるぐらいな感じ。うん。一等だったら2億5000万、マジで人生変わってたよね。うん。おめでとうございます。ありがとうございます。高額当選してたら配信しないんじゃない？狙われちゃう。いや、俺、高額当選しても配信しますよ。俺、命かけるから。うん。これずっと言ってるけど、俺はもし、今回2億5000万当たってたら、ふわっちやめてましたね。ふわっちやめてました。はい。普通にそのお金を使って、YouTube やってた。で、一発目の動画は、宝くじ、ロト6で2億5000万ガチで当たりましたつって、本当に当たったの見せて、で、それで現金をマジで換金してくんのよ。2億5000万、ガチで換金してきて、こらガチでしょっていうのをやろうかなと思った。当選のページとか全部見せて。そしたら多分100万再生は硬いんで。で、そこから一気にその2億5000万という元手を使った、お金どんどん使って、まあ光るでもないですけど、なんか動画上げまくって、そこからね、2億5000万をさらに増やしてって、知名度とか名誉とか全てを手に入れるっていう、そういうプランがある。そう。もし当たってたら、ふわっちゃめて YouTube やってた。うん。変なギャンブルよりマシだな。いくら出して40万になった。まあ、でも、今回は多分数千しか買ってないけど、でも定期的に買ってるから結局。定期的に買ってるからね。うん。そう。うわぁ、ちょっと延長しよっか、これ。
うわあ、でも嬉しいんだけどさ、すげえ悔しいんだけどこれ、うん、すげえ悔しいんだけど、うん、うわあ、これ当ててさ、これ当ててふわっちの人たちバカにしたかったわマジで。いつまでこじきしてんだい君たち。俺もう人生の勝ち組になったからイエーイとかつって YouTube 行きたかった。40万じゃさ、確かに大金だけどさ、ふわっちのさ、稼ぐやつの方がよっぽど稼いでるからね。1ヶ月40万以上稼いでるやつなんかいくらでもいるからね、ふわっちでね。うん。嬉しいんだけど、ふわっちでもう100万以上なんか稼ぐやつなんかいくらでもいるからね。でもさすがにいくらふわっちでも2億5000万稼いだやつはいないと思うんで、今まで。しかもさ、そんだけ稼いでも結局税金で相当持ってかれるからさ、そう。しかもそんだけ稼いでたら多分そいつが申告してなくても多分さ税務調査とか来ると思うから、うん、そうだからまあ実質ね、そんな2億5000万を手元に残すって、まあそれ以上にアホみたいに稼がないとさ、税金分考えたら残んないから、うん、しかも一瞬で入ってきたお金と長期にわたってその金額稼ぐのは違うからね、使ってくから日々お金を、うん、一気にドカッと入ってきた2億5000万でとんでもない、とんでもないですよ。お金持ちは、短期で稼ぐから、短期でお金を稼げるからお金持ちになれるわけで。サラリーマンだって生涯2億3億稼ぐわけだから、でもそれ一生っていうとんでもない、とてつもない時間をかけて稼ぐ金額だからお金持ちになれないだけで。お金持ちっていうのは短期的にドカッて金稼げるからお金持ちになれるよ。あ、これクイックピックっすよ。はい。これはクイックピック。もう一回見せましょうか、画面。うん。クイックピックで買いました。はい。税金かからないのはし、まあ税金かからないっていうか、そもそも、宝くじ 50% ぐらい取られてるから購入した時点でさ。控除率っていうか、還元率 50% なのよ。だからその時点でもうそこで税金取られてるからさ。購入した時点で税金取られてんのよ。で、競馬とかもそうすればいいのにねって思うのよ。競馬とかだってさ、結局さ、ね、税金を納めてない人ほとんどだと思うけど、一部の目立った人とかネットで購入した人が取られたりするじゃん。不公平じゃん。だったらさ、宝くじと一緒で競馬もさ、ね、購入した時に税金取ってればさ、そんなね、取りっぱぐれもないしさ、それが一番公平なシステムなのにね。でもまあ、購入した時点でもうただでさえ還元率が 80%、70% の世界なのに、そこでさらに取ったらもう買う人がいなくなるっていう、そういうね、あれがあるんだろうけど、都合があるんだろうけど。うん。はい。こんな感じです。これ、クイックピックっすね。あ、クイックピックで買ったとは表示されてないな。まあでもこれ、クイックピックで買いました。はい。これっす。ガチンコっす。これガチで当たりました。うん。まあ大体これ、振り込まれるのね、10日ぐらいかかるんですよ。うん、あのね、これが当選してから、宝くじのこの当選サイトって、この1万以下の当選金額だと、その、累計当選金額が1万以上プールされたら、なんかその、1週間後、7営業日以内に振り込まれるのよ。自分が登録してる、この、公式サイトに登録した銀行口座にね。うん。で、それで、1万以上の当選金額だと、その、自動的に7営業日以内に振り込まれるの。あと、1000円当選、1000円当選積んで、そのプールした金額が当選金額1万超えても自動的にこう振り込まれるようになるんだけど、7営業日以内。だからこれが振り込まれるのは、もうこれ、1万以上なんで、これ振り込みのなんかこう、自動的に振り込まれる設定なんだけど、設定っていうかそういう感じなんだけど、振り込まれるまで7営業日かかんのよ。で、土日も挟むから、まあ多分10日ぐらいを見とけば。うん。だいたい10日ぐらい見とけば振り込まれるって感じ。うん。毎回ロト6を熟知が、いや、買わない時もあるし、買う時もあるし、買う時は1万ぐらい買う時もあるんだけど、うん。でもまあだいたい数千ぐらいかな、いつも買ってて。たまになんかちょっと2万3万買うときすっげえたまにあるけど、ほぼそこまで買わない。だいたいいつも数千ぐらい。あと買わないときもあるしね、一応。もちろん。でも最近はなんかだいたい買ってるけど、まあ数千ぐらい。うん。
うわぁ、これはさぁ、本当にこれ、でも悔しいよね、嬉しいけど。皆さん、この悔しさ分かってもらえます？吉江さん、吉江さんじゃないや、皆さん分かってくれます？今までの購入、トータルでプラス、いや、分かんない。多分マイナスなんじゃない？さすがに。50% 持ってかれるし、高額当選もひっくるめての 50% だし、それは今まで、そのもちろん、宝くじ公式サイトで買ってない時もあったからね、その、なんだ、普通に買ってた時期もあるし、なんていうの、その、公式サイトとか通さない、サイト通さない、ネットじゃなく、ネット上じゃなく購入してたのも、それはもう若い頃から何回も購入してるから、まあでもそんなにアホみたいな金額は買わないけどさ、なんかさ、競馬とか競艇とかだと、例えば、3日で300万負けたりとか、FX でなんか1日でなんか600万ぐらい負けたりとかしたことあるんだけど、なんかあれってまだ現実的にあり得る可能性じゃん。その、とんでもない金額が現実的なある程度狙える金額、確率で当てられるからあんだけ熱くなるけど、宝くじってもう、鼻からもう無理な数字だからさ、だからなんかやっぱそこになんかアホみたいにつぎ込むってことは基本ないのよ。最高買ったのが多分5万ぐらいじゃない？1回で買ったのが。でも5万なんて1回しか買ったことないと思うし、すげえ買う時でも2万3万ぐらいだし、でもそんなの滅多に買わないからね。買っても数千の時多いし。だからこう、熱くなんないのよ、確率上。もう無理だと思ってるから、そんなものに熱くなんないじゃん。でも、人ってさ、結局さ、2分の1とか10分の1とか、現実的に全然あり得る確率だと、やっぱあり得る確率だから、つぎ込みたくなっちゃうの。宝くじでそんな、いくら、なんか俺が結構ギャンブル依存症的なとこあっても、全然、さすがに宝くじにはそんなアホみたいには突っ込んだことないかな。まあ、5万って相当だと思うけど、でもそれも5万ぐらい買ったのも1回きりぐらいだ。多分1回とか2回だと思うよ。そう。宝くじにはさすがにそんなアホみたいな額は突っ込まないね。だってもうありえない確率だからさ。いやー。嬉しいけどでもなんかちょっと虚しいよね、いろいろ。だってふわっちで稼いでる組なんて、こんな額なんか、あれ、とうに超えてるからね。マンスリー1位の賞金だけで100万じゃん。賞金だけだよ。で、N1 とかだって本当の1位は160万とかもらえるし、こんな金額、はっきり言って、普通に取ってる人たちばっかだからね。それもちろん投げ銭の半分で、ね、何百万も稼ぐ人もいるし、そう考えたらちょっと虚しくなってきた。プラス、ね、この数字が、19だったら1000万ぐらい、ね、35だったら2億5000万だ、なんでここ35になんないなんでここ30、ああ、もう、惜しくない、これがもう。35だったら2億5000万だよ。ああ、悔しい。嬉しいけど悔しい。何この気持ち。嬉しいけど悔しい。そしてこんな40万当てて嬉しいんだけど、ふわっちの人たちはもっと稼いでる人いっぱいいるって考えたら、いろんな二重な悔しさがあるよ。ここが35ならもうそんな気持ちも、そんなこんなもやもやした気持ちなく、純粋にめちゃめちゃ喜べて人生変わってたのに。悔しいわ、これは。2億5000万はやばいよね。あ、でも俺宝くじで初めてこんな金額当たったね。一番今までで当てた最高金額10万なんですよ。ちなみにこれ宝くじじゃなくて、あのね、楽天のね、楽天スーパーポイントが10万ポイント当たったことあるのよ。すごくない？それも何気にすごいと思うんだけど、それもほんとガチ、ニコ生時代に当てて、配信でも過去にやったから、その時の配信見てた人は知ってると思うんだけど、俺一番当たった最高額は楽天スーパーポイント10万ポイント当たったの。まあ、結構前だけどね、もう。ニコ生時代に。で、宝くじだと、さっきのナンバーズ3の8万いくらかな、ストレートの。で、それ以外にも5万とか、6万が当たったこともある、確か。2、3回ぐらい。で、あとはまあ、数千とか数百円はまあ、毎回ね、それなりにはあるけど。この金額当たったの初めてだな。この金額が当たったの初めてすごく。おはようございます。
まあ、約40万ですからね。38万7800円、約40万当たりました。当たったの？いやだから当たったって言ってるじゃないですか。ちゃんと見せてるやん。アリオさん、ありがとうございます。サマーパーティーを出す。アリオさん、サマーパーティーを出す。うわぁ、嬉しいけど悔しいな。あと一つだよ。なんであと一つの数字が。アリオさん、20倍サマーパーティーを出す。ありがとうございます。あ、昨日の宝くじのさ、当選のさ、あのほら抽選会あるじゃん。あれ俺見ようかな。悔しくなっちゃうかな。途中までドキドキできるんじゃない？なんかこの俺が一個だけ外した数字が一番最後に出てきた場合、これだからリアルタイムで見てたら多分ドキドキもんだったよね、これね。もう結果見ちゃったからあれだけどさ、あの抽選会とこれ見てないのよあれ。うん。そうクイックピックだったの。宝くじのね、あの公式サイトだと、あのこれロト6のこの回は昨日の多分ね、夜の多分7時ぐらいかな、7時ぐらいに多分抽選会あったと思うのよ。でそれライブとかで見れんのよ。でも俺それ見ないようにしてんのよ。そのなんだ結果を見てこう宝くじのしょそうあなんだ自分が買ったのをこうなんていうの、数字を自分で自力で照らし合わせるとその抽選した瞬間に見れるんだけど、この宝くじのこの公式サイトって次の日にこうなんていうの、こう自動で出してくれるの、当選してるかしてないか、当選金額いくらかっていうのを次の日、まあだから昨日当選、昨日発表だったから今日よ。今日の朝ぐらいとかに、こう、なんだろう、通知が来るのね、登録してるメールアドレスに。で、それで、あの、昨日の当選金額の結果出ました、みたいな。あなたが購入した、お客様が購入した宝くじの、あの、結果出ましたよ、みたいなメール来て。で、そのメール来てから、その、公式サイトに飛ぶと、こうなんかね、順々にこう出てくるのよ。こう結果を見るってとこ押すと、パッ、みたいな感じで、なんていうの、この自分が買った数字が当たってるか当たってないかっていうのをパッ、当たり、あ、外れ、外れ、外れ、当たりみたいな、で、こうどんだけあの数字当たってましたみたいな、全部こう出してくれて、当選がいくらっていうの、こうなんか順々にこう出てきて、で、その発表の仕方がなんか俺楽しいから、あえて見ないようにしてんの。そう、なんかね、こう数字照らし合わせちゃうと事前に分かっちゃうから、1日置くとそういう風に、外れ、外れ、外れ、当たってた場合は、数字がこんだけ一致してましたよ、何等ですよ、いくら当たりましたよっていうか、パッて出るから、それのなんか発表ってか、発表方法の方が、なんか、なんとなく俺好きだから、一日置いていつも見てん。だから今日、ああ、そうだ、昨日買った、ああ、昨日買ったじゃない、昨日の抽選のロト6が、あの、今日、あの、結果出たってメール来たから、俺起きて、見たの。そしたら、まあ、この結果だったっていう。はい。そういう感じです。はあ、惜しかった。嬉しいけど悔しいな。あとちょっとだったのにな。嬉しいけどめっちゃ悔しいんやけど。うわ。皆さん見てください。このタイミングで招き猫ですよ。招き猫がウェブで販売されましたよ、このタイミングで。なんだこれ、何このタイミング。俺狙ってないからね。今日の10時から招き猫がウェブで買えるってある。これ21分前に販売されてるので、この枠取ったのそれより39分経過してるから、それより前だからね。今日招き猫販売されて俺知らないからね。何このタイミング。だって、招き猫って言ったら宝くじじゃないですか、やっぱり。宝くじチャンスセンターとかに、あの、招き猫のなんかこう置いてあって、なんかどうぞ当たりますようにって、なんかさ、あの、結構起点聞く宝くじ売り場の人だと招き猫が置いてあってさ、なんか自分が買った宝くじこうやってなんか、ね、招き猫にこうスリスリしてくれて、どうぞ当たりますようにって渡してくれるじゃん。このタイミングで、招き猫ってどういうこと？ね。販売してるんだけど。なんか、こんな偶然が一致することあるの？ね。こんな偶然よりもさ、なんでそのさ、35の数字、2の数字を35のを引き当てられないんだよ。その偶然を引き当ててくれよ。うん。2をさ、2を35になんで、ああ !2 が19だとしても1000万ぐらいよ。1000万でも相当違ったよね。
35だったら2億5000万だよ。2億5000万だったんだよ。あと1個だよ。あと1個だよ、数字。あと1個で2億5000万だったんだよ。人生変わったのにな。嬉しいけど悔しいわ。めちゃくちゃ嬉しいんすけど悔しいわ。嬉しい、めちゃくちゃ嬉しい。40万って臨時収入めちゃめちゃ嬉しいよ。めちゃめちゃ嬉しいんだけど悔しい。40万じゃだって人生変わんないもん。40万じゃ人生変えれないもんだって。1000万だったら人生変わってた。そこそこ、ちょっとだけ、ちょっとだけだけど。ちょっとだけね。2億5000万だったらマジで変わってた。人生ガチで変わってた。あと数字一つよ。あと一つの数字で、人生がガチで変わってたのに。悔しいな。嬉しいけど悔しい。嬉しいけど悔しい。こんな嬉しいけど悔しいことある？こんな嬉しいけど悔しいことあります？マジか。タイトルちょっと間違ってるね。今気づいた。宝くじガチでで当選、高額当選になってる。ガチでに変えときますか。でを1個多く、ちょっと興奮してたのか。1個間違ってる。うわぁ、40万じゃ人生変わんないよ、嬉しいけど。40万なんてふわっちで稼いでるやつ何人いるんだよ。何百万って毎月稼いでる人いるじゃん。それにも及ばないからね、40万なんて。ナイスで1位取ったら160万だよ。何分の1だよ。あー悔しい。あー悔しい。嬉しいけど悔しい。いろいろ悔しい。あと数字が、あと1個違っただけで2億と5000万とか。いろんなことが悔しい。あーもうダメだ。もうダメだ。ダメ。もう素直に喜ばないと。40万。40万が来たことを素直に喜ばないと。40万。臨時収入40万。めちゃめちゃ嬉しいよ。めちゃくちゃ嬉しいよ。これがもし競馬だと思ってみ。競馬で40万当てました。めちゃめちゃ嬉しいやん。なんでこんな悔しくなるんだろう。普通に競馬で当てたら40万。当たる嬉しいわ。絶対嬉しいわ。そんなの。どう考えても。あー、でも、ふわっちで40万なんて。ナイスの一等が160万だよ。本当の一等がね。それにも及ばない。で、マンスリー1等の賞金だって、1位の賞金だって100万。で、1位になるってことはもっと何百万って稼いでってことを投げ銭で。それにも及ばない。あ、ダメ。そんな考えしちゃダメ。悔しくなっちゃダメ。そんなこと思っちゃダメ。あ、数字があと1個違うだけで。あと数字の猶予2つあったのよ。19だったら1000万ちょっとだったの。あと、ね、それが本数字の方だったら、ボーナス数字じゃなくて本数字の方だったら2億5000万だった。あ、ダメ。悔しくなる。ダメ。ダメ。ダメ。40万当たったこと嬉しいんだから、そこを素直に喜ぼう。嬉しいけど悔しくなるこの気持ち何なんだろう。当たらない方が良かったね。いや、当たった方がいいに決まって。40万めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいけど、めちゃくちゃ嬉しいですけど、でも悔しいのよ。こんな悔しいことないでしょ。こんな悔しいことないやろ。うわー、これは悔しい。これはガチで悔しい。当たったから別にいいや、欲張り目って。いやいやいや、宝くじのね、ロト6買う人の中にね、40万当ててやるって言って買うやつがどこにいんだよ。一等の奥当てるぞって思って買うやろ。もちろん40万も嬉しいんだけど、あとしかも、このさ、宝くじ、このロト6の性質上さ、あと数字が1個当たってればっていうのが、これがね、マジックだよね。外れは外れなんだけどさ。
めちゃめちゃこのマジック、わかるこの感じ。ハズレはハズレなのよ。うん。で、今俺が引いた確率の、ね、それを30倍の確率になるわけだから、それに比べると確率ってめちゃめちゃこう、とんでもない確率になるんだけど、でも、あと30分の1を引けてればみたいな感じになると、悔しいです。人生変わってたのになぁ、マジで。本当に人生変わる一歩手前まで行ってた。人生が本当、人生が変わるっていうものがもう ここまで来てた。もう手の、もうちょっとで届くかなって、ここら辺まで来てたんだよ。あ、届くかな、届かない、あは、みたいな。昨日のロト6のライブ中継見て、見ようかな。録画あると思うからね、見れると思うから、後から抽選会生ライブで見てたら、これマジで心臓バクバクもんでしょ。俺が外した数字が一番最後に出てきてた場合、5つ当たってるわけだから、リアルタイムでさ、最後の玉が出る数字多分バクバクだったろうな。もう今結果しちゃったからあれだけどさ、何口買ったんですか。昨日のは多分13口しか買ってないですね。昨日は13口しか買ってない。13口だね。だから、昨日だけで言う、まあもちろん定期的に買ってるから、もっとね、あの、今までトータル買った金額で言ったらもっとすごい言ってるけど、昨日だけで言ったら13口しか買ってないです。だから、昨日買ったのは2600円。うん。一応2600円分買って当たった。まあ、でも、今までいろいろね、宝くじ定期的にある程度買ってる時あるから、総投入金額はもっと全然、もっと全然ですけど、当たり前ですけど。定期的にってか、買う日も、買わない時もあるけど、買わない時もあるよ。買う時と買わない時あるけど。うん。でもまあ、最近はちょくちょく買ってる。宝くじ当たったんですか、おめでとうございます。ありがとうございます。あの、40万ぐらい当たりました。387,800円。ただね、あと数字が1個違っただけでね、あの、1000万ぐらいか、2億5000万ぐらいかっていうのが当たったっていう、すごい悔しい思いを今してるんです。そっとで1万5000枚出たようなもん。まあ、でも40万だから2万枚に近いんじゃないの。10日だったら。まあ、すぐ当たったらだけどさ。1000円で一応、あの、1万8000枚ぐらい出たのと一緒じゃない。1万8000枚じゃないか1万8000何百枚とか。まあ今のショットだら1万8000枚は絶対出ないからね。悔しい。皆さん、あの、招き猫投げてもらっていいですか。あの、交換現実の招き猫が販売してるんで、今ウェブで。40万当たったからいいだろうとか思ってる人いるかもしれないけど、でも40万じゃ変わらないですよ。40万なんてナイスで一等取る人の方が よっぽど毎月もらってるし、ふわっちで稼ぐ人の方がよっぽど稼いでるからね。うん。マンスリー1位だって100万だし、マンスリー1位になった人なんて何百万って投げ銭の中抜き半分分でも来るから。そう。俺がもし2億5000万当たってたらもうふわっちやめてました。ふわっちでこじきすんのやめてました。でも40万だったら人生変わんないです。40万以上稼ぐ人なんかいくらでもいます、ふわっち。で、僕本当にもう稼ぎ減ってるんで。先月マンスリー300以下ですよ。で、僕はあの、税金も納めてるんで。だから、これがもし2億5000万当たってたら、
もうふわっちや、こじきするのやめて YouTube 行ってたんですけど。あ、税金はかかんないよ、このあの、宝くじ。あの、ふわっちの収入に税金は、払ってるってことね。宝くじの当選金にはかかりません。はい、だから、あの、この数字が1個違ってたらね、もう皆さんからこじきする必要はなかったんですけど、2億5000万当たってたら。この配信見てロト7買い増しました。本当ですか？もし当たったら花火たくさん投げてください。もしそれで奥当たったら、僕きっかけでもあるんで、100万ぐらいは投げてください。はい、いいじゃないですか、奥当たったら。俺きっかけで当たったんだ、100万ぐらい投げてくれても。一等だったら、だってロト7だったらあれでしょ？最低ってことはないのか。当選記者が増えると山分けになるからね。キャリーなくても一人だけ当たれば多分3、4億ぐらいにはなるんじゃなかったっけ、ロト7だったら。で、キャリーがあれば最高10億だよね。数字はクイックピックです。あの、機械に任せました。はい。あの、たまになんかこう、数字選ぶ機械みたいなの売ってるけど、あれ詐欺だからやめた方がいいですよ。当たるとかってやつ。あれやるぐらいだったら宝くじ売り場のね、こうピッてやってなんか勝手に選んでくれるやつとか、クイックピックで宝くじ売り場のが機械が選んでくれたりとかするんで。まあ俺の場合あの、宝くじ公式サイトで買って、公式サイトにもクイックピックってシステムあるんで、それで買ったんですけど。2億当たったら一人暮らしする。そうだね。そしたら YouTube やってた。ああ、招き猫が一個も来ないのね。じゃあ僕ちょっと風呂入ってくるわ。風呂入ってきてからまたこじきするね、配信で。うん。あの、申し訳ないんですけど、2億5000万当たってたらもう絶対ふわっちでこじきしないで YouTube やってたんですけど、40万って超高額だけど、でも、人生変えれる金額じゃないんで、またふわっちでこじきすることになります。またこじき生活に逆、あの、また戻らなきゃいけません。ビッグがキャリーオーバーで28億だと。あの、ビッグ買ってます。はい。ビッグもう俺ちょっとだけ買いました。あ、でもあれか、28億、あ、外れたのか。うわぁ、外れたんだ。俺ちょっとだけ買ってたのよ、ビッグ。うん。確か俺が買った時十何億とかだったから、じゃあそれ外れたってことか。今28億になったんだ。あと数字一つの差でここまで天と地の差というわけでもないけど、いやでも天と地の差といっても過言ではないかな。40万は嬉しいけど、40万と2億5000万で全然違うもんな。それじゃあちょっとね、僕風呂入ってきますね。風呂入ってからまたこじきします。40万じゃもう人生変わんないんで、引き続きこじきをやっていきたいと思います。はい、じゃあ皆さん一旦お疲れ様でした。ということでね、一応すげえ悔しい思いもあるんですけど、宝くじで38万7800円が当たったロト6が当たりました。3等がねっていう枠でした、っていうご報告でした。ありました。風呂入ってからまた小じき配信します。お疲れ様です。おめでとう、ありがたいんですけどね、悔しい気持ちもあります。お疲れ様です。